ましたよ。オイルホース。アメリカスタイルの、ね、朝食が食べれるお店で、自分でワッフル焼いたりね、パンケーキ焼いて、ね、生クリームトッピングしたりして、ね、食べれる場所です。感じで完成しました。これね P200 のシートなんですけど、こういうね樹脂ベースなんですよ。ベースパってあの古いやつはね、ここがあのスプリング入ってるんですけど、あれとはもう P200 ってシートの形が全然違うんで、なるべくお客さんの要望で、クラシックタイプの方にね近いシルエットにしてほしいっていう話で、こうスタイリッシュにシュッとさせたいっていうことなんで、こういうデザイン変更をしています。この辺とかね、もっと P はね分厚いんですけど、こんな感じで、これ以上ねあんこ抜いちゃうのは結構厳しいんで、そうなるとウレタン1から作った方がねいいかなと思います。これは今回、あんこ抜きで対応してます。こんな感じ、なかなかねいいよね。モッズ仕様にはドンピシャかなと思います。で、切り返しもあのクラシックパターンに近いような感じで切り返してます。これから発送します。最大のマンハイライトができるものだという割にね、なんで黒猫持ち込むんですかって聞かれるんですけど、うちの張り替えそんな安くないんですよ。やっぱりっていうか、そんな安くないんで、持ち込むと100円だか150円だかね安くなるので、ちょっとでもこうそこで還元できればなと思ってるのと、僕タバコとか吸わないんで、あの一つ仕事が区切るとね、外出て一回外出てリセットみたいな、なんかそういう感覚で持ち込んでますね。待つのがね嫌いいつ来るか分かんないし、なんかやってたらね対応しなきゃいけないんで、それが僕結構ストレスなんで、持ち込んじゃった方がね自分のペースで物事が進められるんで、そういう風にしてますね。いつも初代フェアレディ Z 神戸ってやっぱね旧車が多いんですよ。奥多摩が近いのもあって走りに行きやすいっていうのもあるんですけど、あの地べた持ちがね多いんで、土地があるから車を置けるみたいな人結構いたりとかで、僕ん家の半径 500-600m 内に空冷のビートルだけで、まあ、空冷のフォルクスワーゲンかタイプ2、カルマンギアとかあの辺が何
何台ぐらいいるんだろう。6台ぐらいいますね、うちの半径 500-600m に。恐ろしいですよね、みんな好きだから。本当にもう、あ、今この左手に映ってる人が並んでるところは、担々麺杉山って言って、美味しい担々麺が食べれます。あの、気になる方はね、ググってみてください。皆様も大学受験の時にこういう人いませんでした。僕は不思議に思っていますけど、まあ、運動で鍛えた。昨日やばかったのはここの上。ここね、なんかやばい匂いがプンプンですね。しゃあ、取れましたよ。オイルホースかね、やっぱ、あ、熱だな、これ燃えてんのかな、わかんないけど、ちょっとほどいてみます、バンテージ。てれてれてて、お、ここだ、見えます、ばっくり、ほら、こっちは大丈夫だな。無理しなくてよかったな。まあオイルの吹き方がね、尋常じゃなかったんであれで走るアホはいないと思いますけどね。え、これだ。このホース交換すれば、走れるんで、大事に至らずで良かったですね。あのコメントいただいた方が言ってましたけど、なんだ、あのステン、多分これはゴムなんで、外がこうメッシュのやつ、ここが熱とかには強いのかな。まあその辺ちょっとねリサーチしてみようかな。早く直したいっすね。ではまた。